こんにちは、カーピです。とうとう来ました、プロスペースのお正月。2022シリーズ1開幕しました。更新内容、まずシリ1選手の大量追加ですね。ガチャはグランドオープン記念福袋、この動画ではこの福袋を回していきます。イベント、対決カーニバル、イチロー編ですね。重大バグがあったみたいで、イチローさんのグアラキーンは笑ってしまった。球春到来、プレゼントスカウト、はい、これはシリ1更新対決ライブで回しました。結果は後ほど。活躍選手予想も来ていて、リア対2022第1期ランク戦スタート、そしてエナジーキャンペーン、ここまでが今日の更新ですね。はい、いっぱい触れたいところあるんですけど、今日はガチャに絞ります。選手追加、カープからは先発森下選手、中継ぎ島内選手、ファースト坂倉選手、センター野間選手、この4選手が登場しました。そしてこのプレゼントスカウトを更新待機で回して、はい、坂倉選手をゲットしています。これすごくないですか。チリワン早々噛み切っちゃいました。ということで、今回狙うのは野間選手、森下選手、島内選手、この3人ですね。この3人なら、はい、これ今のカープ前世オーダーなんですけど、坂倉さんはキャッチャーで使う予定です。野間さんも取れたらベンチに入りますね。森下さんはここに入るんですけど、入れる前に球威型しないといけないですね。島内さんだけはすぐオーダーには入りません。過去に A ランク出たことがないんで、まずは極みにすることからですね。はい、福袋、10連目30連目で S ランク選手確定、40連目で S ランク自チーム選手確定ですね。少なくとももう1体自チームエースを取っておきたい。早速いきましょう。はい、始まりましたシリーズ1。今期のカープ前世、一体どんなオーダーになるのか。今回追加の選手を見てるんですけど、菊池選手、中村翔成選手はオール同値いけそうですね。小園選手はミート総力同値にできる。全体的にはミート型、総力型が多い印象ですね。ミート型ベースなのは間違いなそう。さあ、このランダムで自チーム当たったら大きいぞ。頼んます。さあ、確定外からも来い。 A でもいいよ。さあさあ、おお、楽天か。赤いからカープと思うじゃないか。野間さんかと思った。びっくりした。さあ、最後は唐川さん。 A ランク持ってないな。ミキサー弾になるでしょう。いやだが、2枚引きはナイスでした。20連目。はい、今期のカープ前世オーダーの、話の次ですけども、ミート型ベースなのは間違いないと思うんですけど、現実のカープが過渡期なんで、レギュラーがまだ流動的なんですよね。なんでシーズンの状況次第でどうにでも変わりそうなんで、いろんなケースに対応できるように称号は慎重にやった方が良さそうですね。さあ、もう一回頼む。ないか。静かな感じ。なんとか絵は来た。香山さん、よく当たるよな。甘いシリーズ極み作ろうかなと思わんでもない。あとは最後かな。最後、栗原さん、三田同値になりました。30連目。はい、ここも S ランク確定。他球団で欲しい S ランクは、特に A ランク溜まってる選手が欲しいんですけど、ロッテ藤原選手、ソフトバンク和田選手、ヤクルト塩見選手、この3人特に欲しいかな。すぐ極まって極意書いっぱい作れる。特に藤原選手、長期的目線で欲しいですね。演出からなかったな。そろそろ変わってもいいと思うんだが。 A ランクロッテ多いな。よう来るな、ロッテ。あとは、あとは最後っぽい。最後、カープ来い。すごー、マジか。今季ちょっとすごいぞ。なんだなんだ、こんな引きいいんだろうか。いいんですか、カステラさん。いや、なんか今季いいな。いや、嬉しい。40連目いきましょう。さあ、自チーム確定枠、幸子さん出れば自チーム確定。どうだ、来たー。マジか、神だな。ありがとう、長島。長島どうしたんかな。いろいろメンテもあるし忙しいんかな。油断してるんかな。今のうちだな。はい、もう一枚取っちゃいましょう。バットも当たって2枚一気にいっちゃうか。もう島津さんも野間さんも行ってしまうか。おお、おお、いや、これは冬すぎる。対応できなかった。想像できない。
え、じゃあ島さん引いたらコンプリートじゃん。マジであるのか、こんなことがあるのか。いや、ありえるよな。 25% 最後 25% いってしまい、コンプリート。さすがにないか。はい、というわけでシリーズ1初日、坂倉さんと森下さんと野間さんをゲットしました。すごないこれ。これでオーダーが、まず坂倉さんスピン200アップ、野間さんも入ってスピン170アップ、森下さんもオーダー入ってスピン200アップ、スピリッツ92,395まで上がりますね。いや、一気に評価できたな、ありがたい。さあ、シリーズ1の最後にはどんなオーダーが完成するか、純正再決戦の結果はどうなるか、ぜひ今シリーズ見ておけてください。チャンネル登録もうすぐ6万人、ぜひ登録お願いします。以上、